なった？開始中なの。さあさあ、これを。ほら、またなんかこれが変なのが来るわけよ。なんでこれ。あ、来た来た来た。始まったよ。指、見てもらえ、霊媒師に。あんたがなんかマウスだっておかしくなるわけよ。だから、だから言ってるバリ、こっちじゃない方がいいよって。これ見たことないページ。指だから、大使がこっち触ればいい。指だけユタに見てもらえ、指だけ。危険、本当に来れるから。電化製品やばいんだから。めっちゃいいね。ユタいいですね。指だけ。おかしいのに。今日さ、はい、ちょっとお家でずっと、ゆっくりしてたわけ。うん。で、お母さんと一緒にアルボンディガスっていうスペインの肉団子料理作ってきたわけ。だ、食べてってば。え？食べて、ごめん。どんなか。あの、ネーミングもう一回言って。タイシーも、タイシーも持ってきて食べ、ね。アルボンディガス、アルボンディガス。アルボンディガス待って、だって俺も取ってくるよ、じゃあ。うん。ラッキー、じゃあ、俺が行く？アルボンディガス。あ、そうそう、アルボンディガス。マリさんがね。でもちょっとさ、辛め、ほんとは、うん。ご飯とかパンで食べた方がいいから、一口だけ食べてみて。ね、これ、そう。アルボンディーガス。ああ、いい匂い。カレー、あーおつぼか。待てよ。見えないか。お。で、もし辛かったら、ちょっと牛乳とかヨーグルト入れて。肉団子ですね。うん。ほんと、あの、見た目、うんうん、あれだね。何、な、これ食レポできるから、はい。食レポ、超下手だよ。グリーンカレーでもない、これ何色っていうの？ちょっとオレンジっぽい、うん。とろみはね、ちょっと、とろみの感覚は、スープでもない、なんかグリーンカレーぐらいのちょうどとろみかなと思ってて。今日さ、あの、しめじとか、結構キノコ系もいっぱい入れたの。ニンニクもいっぱい入ってるんだけど。肉団子でかっ！でかいね。だから一口でこれ食べない方がいい。カットして食べた方がいいよ。え？でも一口でいきたいさ。いい？これでも、もったいないかも。ほんと、ご飯とかと食べた方がいい。カットした方がいい。あ、ほんとほんと？うん。はい。じゃあ半分ぐらいかな。マリが料理作るなんて、ほぼほぼないもんね。どうぞ。いただきまーす。いただきまーす。俺スープ大丈夫だ。超濃いよ。俺スープ大丈夫。ほんと？うん。おー！濃いな！濃いでしょ？うまい！いくらじゃ。これ。うん。肉団子だけど、日本にはない味だね、絶対ね。絶対ない。濃いね。そう。だから、ご飯とか、だから言ったさ、一口で一個食べるもんじゃない。うん、俺今、米食いたい。でしょ？うん。なるほど。ご飯とめっちゃ、ほんとご飯も持ってきたかったけど、全部食べちゃったやつや。肉肉しいってこと。ジュージューしてる。あの、油も強いぞ、これ。これ、そう、でも全部オリーブオイルしか入れてないから。うん、大丈夫よ。ちょっとね、あの、パラッとしたような米と食いたいな。もう、もう、じゃあいいよ、食べないで。あと、もうお家持って帰って食べて。うん。あ、うまいぞ。大丈夫。うん。人参も全然いい。うまい。辛くも全然ない、これは。これじゃあ、あとは食べて。人参と、パプリカも入ってる？入ってる。パプリカやっぱいいな。葉っぱがいいな、でも。この、肉団子の中身は、うん、まあ、ひき肉と、うん、ニンニクいっぱい、プレピっていう、うん、あの、ハーブ入れて、うん、あと、しめじと、うん。うん。そうだね。あの、細かい。えのき？キノコの味するね。と、玉ねぎいっぱい。うん、から。で、あと、人参とパプリカと。あのイメージした。白菜で巻いた、あれなんていうの？キャベツロールか。うん、ロールキャベツ。うん、うん。と、多分全然作り方違うよ。あ、違うんだけど。全然違う。で、一回これを。よし、あった方がいいな。丸めて小麦にまぶして。うん、うん、うん、うん。オリーブオイルで揚げて、スープに。みたいな。だから、これ本当にそのまま食べない方がいい。本当にそのまま食べるやつじゃない。揚げてるんだね。うん。だからもう、あとはもう蓋してから、お家持って帰ってくる。わかる。温めたいっていうか、ご飯だな。ご飯。パン。そう、パンつけてもいいし。レイジ、あちらしてから。うん。やりたいね。うん。パンはあの、あ、どんなパンの方がいいかな。フランスパンでも合うな。フランスパンを。かね。うん、スペインだから。ありがとう、マリ。結構こう、全然美味しい。パンにひたひたにして。そうそうそう。食べるのもいいね。いいと思う。だから結構、あの、栄養面は素晴らしい。スペイン料理？スペイン料理、アルボンディガス。ああ、今、もう米。もうちょっと辛くてもいいな。あ、もう少しか、あの、辛み？あれ入れるのか。あ、じゃあ、うんうんうん、シマトンとか入れて。大丈夫？ああ。あの、辛いパプリカ入れたわけ。うんうん、俺は大丈夫。大丈夫だった？確かに、もう少し辛くして。そうそうそう。夏場、ちょっと汗垂れ流しながらでもいいかもね。肉がきつ、あの、きついというか、肉肉してるからさ。うん。肉の味がすごい来るじゃん。でも言ってみれば、本当に今、ご飯かパン食いたいね。でしょ？ほんとそう。ご飯も持ってきたかったんだけど。パンだな。うん。どっちでも選択できるね。
で、すでに料理名を忘れてます。アルボンディガス。アルボンディガス。覚えました？はい。アルボンディガス。アルボンディガス。スペイン料理？スペイン料理。美味しいです。だから、スペインの何々地方の料理とかではなく、あ、もうザ。ザ。ザ、スペイン。うん。ほー。豆料理なんかイメージだけど、まあ、こういうのもあるってこと、ね、あるあるある。もうスペイン料理いっぱいある。でも結構手間と暇が、手間暇かかる。手間暇かかる。うん、手間暇かけた。マリさんが。かけた。へぇー。あの、なんていうの？一個一個こねたりするのが結構。ああ。丸くして、小麦にまぶしてみた。うん、もうこれの、なんかわかる？いちいちってこと。そう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 。だからこれ作るときには大量なんじゃない？もしかして。大量。もう一気に。でしょ。うんうん。そうだと思う。で、全部油で。餃子のあんとは違うね。全然違う。あ、うん、あんま似てるかもしれないけど。ニコニコしてるからよ。なんか何か似てるかなと思ってんだけど。うん、そう。でも必ずオリーブオイルね。うん、オッケー。全然オッケーよ。味付けが、うん、肉団子なんだけど、和とは違う。そう。で、うん、塩と胡椒とかしか入ってない。あと、ローレルも入ってる。他の人たちがいっぱいいるからさ、うん、味が全然、出汁が出てるって言えばいいのかな。うんうんうん。うまいうまいうまい。スパイシーは感じるし。もっと辛くてもいいと思う。で、もう一回。もう名前忘れてる。全然覚えきれない。まだ、はい、チョッポさん、名前言ってごらん。ボルガンディ。そういうっぽいやつ、ボルガンディ。ガスチョンパレス。アルモンディガス。ガスチョンパレス。いや、マジで。全然違う。こんなに名前覚えにくい食べ物ある？アルモンディガスって言ってるのに。日本語に変えてんじゃん。ない。日本語に変えたら、だからなんか肉団子とかになるんじゃない？でもなんか違うじゃん。何？例えば、あるが肉とかっていう意味でもないわけね。じゃない。アルガンディガス。アルボンディガス。ボンディガス。ごめん、もうボンディガス。どうやって覚えてるの？全然難しい。アルボンディガス。大使とかなんか海外の難しい選手の名前とかあんなに覚えるさ。あ、わかるよ。ね、何がいいかな？どこい、スペイン？うん。スペインとかだったら、まあ、何が難しいかな。あ、ファンニステルロイとかね。オランダね。オランダ。ファンニステルロイかっこいいよね。ファンニステルロイ。難しいじゃん。ね、難しいじゃん。アルボンディガスの方が簡単さ。アルボンディガス、OK。名前はね、海外とか覚えやすくない？バンダレーシューバとか。エミリア・エンコ・ヒョードルとか。全然覚えこういったののフルネームは覚えやすいさ。こんなの覚えるのに、アルボンディガスの方がよっぽど簡単だよ。後ろの名前に聞こえたけど、うまいか。そうそうそう。後ろの名前もさ。大使、すごいじゃん。そうそう、サッカーとかね、格闘家の名前をこうやって覚えるけど。うん、な、だって歴代、あ、そっか。大使って後ろの名前もすごいんだよね。何千？ん？何千種類ぐらい入ってるの？わからん。あ、出てきてからか。例えば、写真見て。見て、あとは名前でなんとなく。でも昔はサッカーとか格闘技目首したから、90年代から2000何年ぐらいまでのサッカーの話したら、相撲も？相撲は見てないな、あんまり。の話したら面白いね。相撲、一番何かにハマってた年代とかあるさ。うん、チョップさん、この年には、まあ、野球にハマってたよとか。野球にハマってたのは何歳ですか？もう小学校じゃない？野球やってたし。その時好きなチームは？巨人とか。だったらもう、その時の、クロマティとか、斎藤とか、そうそう、もう、桑田とか、そうそうそう。あ、言ったら選手はもうこんな活躍してたとか全部、だいたい入ってくるでしょ？見てごらん、この、桑田斎藤とかの話したら何にも入ってこない人がいるわけよ。無視してるね。うん。斎藤ってあれでしょ？ハンカチ持って。そのもっと前。もっと前の話。俺たちが小学校の話してるんだよ。クロマティとかわからん。クロマティはわかるよ。あ、クロマティ。お尻フリフリする人でしょ？そうそう。まあ、でもクロマティがやっぱ外国人で、うちらの時代では有名になったんじゃない？広島カープ、キヌガサ選手とか。まあ、キヌガサ、鉄人。鉄人、キヌガサとかね。まあまあまあ。いいよ、もう。古い人の話は。でも、こういったのが、やっぱ、居酒屋とか、モアイしてたら、トーク盛り上がるよね。だから、モノマネとかよ。ああ、やるよね。オマリー、何々とか。ああ、ヘッドボールのシーンとか。これ、こういった飲み会に連れてきたい。面白いんだよな。伝わりにくいモノマネとかあるじゃん。うん。うん、やるの、チョップ。あれやったりするけど。マジで？あとも適当なスタイル。ちょっとやってみて。誰のは違う。お前、違うっすか。ラジオで伝わりにくい。ラジオで伝わらないっすよ、こんなの。俺がやるんじゃない、友達がやるの、俺できない。違う。何々の試合の時の、誰々みたいなね。ってなってくると、
今度ソフトボールのどころこ、串川中、うん、串川高校の監督のサインの出し方とかね。誰にも伝わらないじゃん。前原高校のマネージャーの耳の、あ、駆け上げの仕方。ああ超可愛い、痛くないってなるわけ。試合しないでこんなのばっか見てる。はいはい。周りがあっちに座ってたら、なってくるんで。みんな見てる。こういった会話にね。だから、男飲み会ってそうなるよね。女子ソフトのセカンドが必ずお尻触るとか、いろいろある。そう。サインなわけや。あ、なるほどね。女子よりも、過去の会話で盛り上がるのは男子かも。未だに僕らやっぱ、中学校、今、同級生と飲むと、はい、小学校の時、あれあんなだったよや、とか、あいつのニックネームの由来とか、あれこんなだってか、名前つけられよってよや、って、毎年同じ話するのに。大使のあの、弁当の話一番面白いけどな。クラスで一番綺麗な人が。あれ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 。ああ。シーミーね。シーミー。シーミー話とか。面白いね。最近同級生と飲み会しました？してますよ。お会いしてるんですか？軽くしてますよ。俺常に飲んでるけど。うんうん、同級生？同期だね。小学校からの同期とか。幼馴染だね。そうそうそう。とは割と合うんだじゃあ、月一。もうみんな近くにいるからね。会う？マリさん。全然合わない。コロナの時はダメだったけど、もうみんな。もう全然合わないわ。うん。もう仕事かも。仕事でたまに誰か同級生で繋がるとか。そっか。じゃあなんか、読谷は結構さ、うん。しかも年齢問わず、縦もね。縦も横もなくさ。横もだから、うん、そうそう、みんな、一つみたいな。いやでも、居酒屋めんどくさいですよ、やっぱり。あ、みんな友達だから。すべてに手を挙げるか。はい。挨拶しに行かんといけんか。ああ、そうか。ああ、またあの、だから、個室がいいよね。そうそうそう。デイジなんか仕切りがないテーブルとかになったら、ああ、あっちにまた、ティーチ、ジャイアスさ、とか。か、曜日ずらすか。うん。第2度、第3度とか、必ずあるから、月曜日飲むとけってので。あ、なるほどね。わざと。飲んでたら、はい、先輩、ういっす。ちょっといいっす。あ、これやらないといけないんだ。もう、最近やめたな。言われる側にもなるけど、そういうのも別に後輩に、やらなくていいと思う。俺、そういう風習よくね、なんていうのかな、うん。俺がめんどくさいから、うん、やらなくていいよって言ってるけど、はい。いや、みたいな感じ。別に、暴力なんでもなんでもないんだから。そうね。なんかそんなイメージあるじゃん。はい、こんな。あ、どうも。やらなかったらどうにかなるみたいなね。うん。ないないない。もう、令和ですよ。そういう時代終わりましたよ。大丈夫、大丈夫。ああ、うん。同級生飲み会ないかもな。ない。それこそ、なんか、ああ同窓会とかはないですか、うん、まあ、全然ない、うん。こっちはもう仕掛ける側だから。なんか30とか40とかの目安とかであったりはするでしょ。だったりし40の時にあるんじゃない、うん、うん。僕がやらなければないと思います。そっかそっかそっか。そういうことだよな、うん。そういうタイプ。チョップはそのやる派だから。そうそうそう、そう、うん。今年もあるけど、まあ、来年の、今年なかったらもうないだろうね。まあ久しぶりにね、今グループ LINE っていう便利なものがあるから、そうだね。その LINE で、もう、じゃあ、せめて50人入れる居酒屋とか、箱を抑えて、そうそうそう、いついつやります。そう来れる人は、まあ、LINE でアンケートもあるさね。そうそうそう。もう、調整君みたいな。うん、あんなの一番楽なわけよ。で、そのやり方ができるから、うん、派手に結婚式場を抑えて、スーツでの同窓会じゃなくても、うん、ちょっと定期的に1年に1回ぐらい集まれるような会を開くっていうのもいいかもしれん。うん。それがいいと思うんですよ、これも。で、あと、なんか、できれば、キッズコーナーもあって。そうそうそう。あ、子供たち。あ、子連れも OK だよっていう。それであれば参加しやすいね。うん、値段もね、リーズナブルでいきたいし。うん。そうなると、大地さんが、毎年、あ、前から切ったらの、片付けとかもね。あ、そうそうそう。俺はもうね、居酒屋がいいと思う。そう。準備も片付けもないからね。うん、何人来るかわからない時の準備って、びっしりめんどくさいよね。あれがない、これがないよりは、多めに用意しよう。うん、そうだね。いや、多めに用意して、はい。余った。余った、どうすれば。一番最悪だから、ね。あっし、焼きそばの麺 ?6 袋余った時とか、ああ、どうすれば、これ。考えるよね。お俺、家でしばらく焼きそば食わんでいけんば、とかね。ああ、もう。中途半端に残ったナスとピーマン邪魔よね。そう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 。冷蔵庫で。はいはい。自己員側の気持ちはよく。うん。やっぱそういうのがいいね。重々わかりますよ。ね。でも、それでみんなが笑顔だったら、うん、別に俺は、OK。うん。でもね、一回やってしまうとね、
次もどうしても名前が上がってくるんだよ。はい、あ、チョップがやってくれる。チョップでいいんだよ。うん、軽くみんな言うけどさ。そうそうそう。みんな軽く言う場合は、軽く。話ができるでしょ。あれ、何れ、俺。どうやらね。足簡単やろ、ね。新しければいいさ。同級生集まりたいな。うん、やってみようかな。うん、まあ、いいんじゃない居酒屋ぐらいで。最初は2、30人ぐらいでもいいから集まって。一年前ぐらいにたまたま内地の同級生が、うん、女子なんだけど、うん、が帰ってくるってなって、はい、あの、男子もどんなって言って、まあ、合コンでもないけど、なぜか5対5ぐらい飲み会だったわけよ。まあ、面白かったですよ。そうだよね。同級生の。いや、絶対面白いと思う。特に内地にね、こうやって出た人なんて、余計ね。うん、今何してるから始まって。いや、話したいこといっぱいあるかも。いっぱいある。ね、マリなんかも中学校の頃とか、学校で犬飼ってたわけ。ああ。教室で。はい。名前なんだっけ？ピーザ。ピーザ。シード。しかも3回よ。うん、そう。3回で。ピーザ。すごくない？長いのバレないって。いや、先生分かってると思うよ。俺これ何回も。こんなのだけでもなんか盛り上がるじゃん。あの時ピーザこんなだったよね。そうそうそう。やっぱなんでピーザだった？そうそうそう。もうそれだけで十分面白いじゃん。団結出るしね。うん。わかる。で、何でバレた結局。ワンって泣いた？何だったっけ？何でバレたんだったかな？セーフだった、そういえば。最後まで、あ、もう逃げたか。バレた、バレた、バレた。バレたんだよね。先生にバレて。バレるよ。学校で犬は飼っちゃダメですって。教室で。ルールが決まった？えってなって。うん。どうするってなって。じゃあ、ピーザ、しのぶが。じゃあ、しのぶのお家でピーザ買うって、しのぶがピーザ連れて。連れてきよった。ピーザ。普通はね、みんな困ってあれするけどな、お家持って帰ったら偉いね。うん。とけしは何があったかな。俺の中で歴代一番ダサい名前かも。ピーザー。ピーザーってなんだよ。犬の名前で、ピーザーはね、ちょっとね、なんかダサ、どうやって。小学生にしてもなんかセンス悪いな。ピーザー中学1年。いや。ピーザー。まあなんか由来はあるんだろうけど、つけはしないな。なんかドロドロ顔が。なんでピザなの？雰囲気？色が黄色。なんでつけたのかな？見た目でしょ、多分。でも絶対多分この名前に周りは絡んでると思うわけ。直感だよ、絶対。周りとか絶対。ね。なんかピザっぽくないんじゃない？ピザ。うん。まあ、子供だから、何かちょっと単純なことつけてる。まあ、いいか。うん。まあ、何かのきっかけだよね。でも、たちも、昔、小学校の時、団地に住んでて、可愛がってるんだよ。でも可愛がってるんだけど、あ、子供の名前の付け方、残酷だなと思ったのが、この犬が、結構なんか、毛が抜けてるわけよ。みんなで皮膚病って言うんだからよ。あれ、デージ可愛いんだよ。ハギとかじゃない。ハギとかじゃない。皮膚病。大臣たちの、このあだ名のセンス。団地で、もうみんなが、で皮膚病に餌あげに行こうとか、この犬に対して。でもみんな可愛がるけど。でも皮膚病。皮膚病。多分蛇にかぶれたんだろうとか。でも、愛情を持って小屋も作ったりとかしてたんだけど、ネーミングがよ。やってる今考えたらおかしいもん。は本当の名前。本物、名前がない。名前がじゃあ皮膚病。そう。あ、そうよ。だからそっから皮膚とかになるんじゃない？皮膚病なくなったって。え？いや、皮膚病？いや、そういうんだ。本当に大使たちのネーミングセンスさ。マジでよ。そん時のこう団地の雰囲気が、今考えたらみんな何も思ってないはず。え、団地ってあっち？系団地？昔のあったんだけど、小学生だから、何の違和感も、ただ言っときます。デージ可愛がってた。まあ、それだったら言うたら大して変わるけどね。うん。アンポンとかカンポンとかね。うん。官房とかね。まあまあいろいろ。石川です。すごいな、でも。石川のネーミングよね。だからピーザーもただ単純に、その時ピザ食べしたとか、ピザの前で発見したとか。強いな、インパクトがこの。もう少し優しく。ピーザーは可愛いじゃん。大使のとこだよ。ああ。そうだよ。卵とかさ、先輩。ああ。卵先輩いるね。必ずいるね。うん、卵いる。顔が卵ジラーとかでしょ。あ、そうそう、うん、顔の形が。匂いが卵の匂いじゃないでしょ。じゃない。顔がもう、体型が卵。あ、でもそう言ったらもうすぐネーミングなるさ。あ、だから、周りの同級生もそうだし、うちももう一匹剣団で飼ってた犬、うん、シンプルにガーリーって言ったのに。ああ。
うん。もう本当に、ヨーガリーなわけよ。骨が見えてる、ね。うん、これね、ガーリー、ガーリー。そうだ、マリもそうだった。オリオのキャンペーンガールの一人、同じマリはガーリーだった。でもこの子は、うん、ガリガリになりたいだわけ。うん、あ、ガリガリになりたい。本人希望。毎日。希望ね。もうなんか、アムロナミエがその時からも大好きで、うん、アムロナミエの、公式発表の体重が38キロで、まあ、絶対じゃないと思うんだけど。ありえないじゃろ。38キロだ、ありえ、で、もう38キロになりたいと。はい。でも、あの当時だからもう、結構前よ、十何年前だから、今は多分もうそれはもうありえない。30? あ、まあいいか。そう、もう、ありえないんだけど、そう言ってたから、うん、38キロになりたい。で、もうご飯とかも節制し、しょっちゅう夢に見るのが、朝起きたら豚になる夢見るって言って。あ、もうマリがガーリーって呼んだら、もう、呼ばれれば呼ばれるほどガリガリになる気がして嬉しいだろう。ねえ、ほら、変わった人がいるさ。夜中いろんな人がいるもんだね。ガーリー。もう38キロなんてありえないけどね。適正体重じゃないし、そもそも。なりそうだ。危険、危険。身長結構あるんでしょ？身長160ぐらいかな。ああ !160 で30キロ台って絶対もう無理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 。いやいや、まあ、正式、あ、本当の体重はわからないよ。そうやって発表してたから、そこに憧れて。小学生体重で 38?160 で38キロ。6年生じゃないよ。大人。あ、大人ね。20代よ。ほう。いや、気づけよ。どの、わかるっしょ。もう、ないじゃん。ないよ。じゃありえないじゃん。うん、そう。でも、やっぱり、そう書いてるから。モデルさんか、その当時は。モデルか。同じ、オリオンビールキャンペーンの時か。うん。へー。ありえね。かと思えばさ、あやみたんに、あの人もオリオンビール？ジュンナさんも。うん。青森。ね、青森の人。青森か。そうそうそう。最近よく聞くなと思って。ああ。朝とかいろいろ出てきてるね、あの人ね。読谷の、ソベ出身ね。ね。うん。そうですよ、純奈さん。うん。そうだ、読谷。最強だよ、最強。読谷のなんかいろんな祭りとか行ったのには、松田純奈が一番最適だと思ってますけどね。うん、出てこないね、そういう祭りにね。純奈多分高校から。別？そう、そう。ああ、中小か。中小行ってたからだはず。ああ。純奈お姉ちゃん妹。お姉ちゃんもいるね。姉がいる。うん。お姉ちゃんが一個下だから、全くだな、顔。あ、そう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 。はい。中小か、バレーうまかったんだろうね。うん。お姉ちゃんもバレーしてた。めっちゃ厳しかったって言ってたよ。そう、中小の、その時春高とかももう、全国行くぐらいのものだから。そりゃ、ああなるか。女子部っていうか。女子。死ぬ魔高だよな。うん。今でも太鼓投げてるから、ハンマーとか。あ、今多分ね、読みた、まだだはず、読みたんの、ソベックの、やり投げの記録、まだジュンナが持ってるはずよ。あ、嘘、うん、で、そのジュンナの前に記録持ってた人は、松田千鶴子さんって言って、ジュンナのお母です。すごいマジでよ。そうだよ。遺伝で。遺伝で。じゃあもう、決まっとさ、ジュンナの娘か誰かが、うん、今度この次はね、ソベ記録。家計さんも持ってるんですよ。やり投げの記録を、もまだ持ってるはずよ。やり投げたことある？なあ、デージむずいよね。むずいよ。そう、ジュンナが、その時一緒にラジオやってた時に、15年前ぐらいかな、やり投げの記録、ソベで持ってるって話になって、じゃあ、八幡英司も挑戦っていうふうにやったわけよ。え、マジで、あの、棒の後ろが後頭部に当たる。そうそう。嘘、うん。危ないよ。ま、な、回転のさせ方とかね、逆回転で投げないといけないとか。普通に投げてみたわけ。後ろの方が、くるんって回って後頭部にババーンなるよね。むずいわけよ、まっすぐ投げるだけでも。こうじゃねえんだよ、こうやってさ、俺やったことあるけど、うん、アメフトのボール投げるイメージなんだけど、回転かけないといけないんだよね。そうそうそう、スナップ効かすんだけど、へー、本当だからキャッチャーとか、うん、あの人たちは理屈知ってるからあれなんだろうけど、初めだったらそうなの、うん、でイチャンで力入れたら余計来るから、そうそうそう、実は危ない、危ない、後頭部にマジで当たる、本当はね、命に関わるね。野球とかするからだよね、フォームがそうなるから。あとテニスやったことある？テニスで思いっきりサーブやったことある？普通にフェンス越えていくよ。ね、絶対あっち側にバウンドしたよね。お、これもテニスあるあるで、初めてやるときに上にボール投げてバーン打ちます。普通にあの2、3メーターぐらい高いフェンス越えていく。へぇ、うん、超むずいっすよね。テニス難しい、ね。デージむずい。あれセンスだね。爆笑したのに。
もう上に、ああバレーとも違うね。うん、そうだね。どう使ってやるもんだから。わかるわかるわかる。ね、簡単そうに見えるけど、全く違うよね。テニス面白いね。うん。テニス、テニスやったことないな。ほら、しほちゃんのお兄ちゃんが、うん、もうテニスずっとやってて。はいはいはい。もう結構だよ。松坂じゃない。松岡修造とこと一緒に。うん。やってて、で、今、もう教えてるんだけど、はいはい、こっち。いやテニス別に上手くなろうと思うんだ。周りにやってる人がいないから。だけどやっぱりテニスはお金がかかるんだって。うん、とりあえず。だなんかスポーツってお金がかからなくてもできる。みんなができるようにした方がいいよね。水泳がじゃん。だから水泳。フィギュアスケートとかも大変じゃん。うん、水泳、まあ。世界水泳大会、福岡、始まってます。福岡ね。まあいいか、この辺。まあ水泳とか。水泳もなぁ。まあ。テニスはね、まあ、ラケット代か。ラケット。いや、あとコーチとか、めちゃくちゃお金がかかる。あまあ、上手くなるには。あ、もう、本当にプロに行くんだったら。でも、テニスのトッププレイヤーってすごいよな。うん。だけど、そこに行くまでに、うん、だから、アランチャとか、スペインの代表とかは、もう、テニスのために、学校とかももう留学だもん。ああ。名門のとこに。なんかイメージ。だから、そういう風にしてやっていく。テニスのどうしてもマイナスのイメージになるのが、デージこう、あっち出てきたら、ラケットを壊すさね。あれが問題になるわけよ、毎回。喧嘩ね。もう、あれは、そうね。もう、自分にイライラして、自分が悪いのに、これを、バン、バン、いいイメージじゃないね。叩きつけて、あれが何万円もするっていうのは、こっちは分かってるさ。そうだよね。っていうか、これ、あなたの、商売の、ものでしょっていう。しかも、スポンサーもついてるわけよ、それに対して。そうだね。でも、あれが、テニスってなんか紳士的なスポーツで、こう、試合中は観客も静かにしないといけないとか、ゴルフもかじゃあと、ちょっとした、この文句言ったら、すぐにペナルティーするぐらい。で、レフリーなんかは世界中のいろんな暴言を覚えてる。頭に入れないといけないと。なるほどね。審判は。うん。だから、嫌なフラーやーって言っても、聞こえたらダメ。ピッピッピッとかなんか、でもそういうことは細かいのに、あのラケット破壊は許されてんのかなっていうのは不思議だよね。あれは、なんかないのかな？いいイメージではないね。うん。相棒みたいなもんだもんね。そうそうそう。物当たることある？僕、本当に、基本あんまないわけ、物には。めっちゃ寝ないね。終わりもない。イライラしてても、玄関のドアバーンとか、車のドアバーンも、ないね。はないんですよ。でもやってしまう人いるさね。うん。未来してくれます。バーン周りにいるね。うん。あれがね。感情爆発か。うん、あれわからん周りに。酒飲んでもないけどなぁ。うん。ない。うっかり力誤ってバーンはあるよ。うん。ああ、俺、犬抱きしめすぎて洋服全部噛まれたっていう、あれがあれが。それはでも怒りのコントロールではないでしょ。全然違うじゃん。酔っ払ってさ、玄関でさ、ってプーって言うんだけど、プーってやってて、朝になったら洋服が全部、破れてたっていう。俺何したか知らんけど。あれを知らんな、しかも犬の名前。プーごめん、ピーザーぐらいダサいかもしれん。マジよプーいや、これ。プーでいいじゃん、別に。パーピー。いやいやいや。プーパーピープーじゃないか、あれ。プーでいいんじゃん。呼びやすいんだ。プーって、んって見るんだ。プーああ、一番な。ピーザーよりダサい。ああ、ダサいか。プー。何が多くて、ロッキーとかでしょ？モグとか。いや、そんな顔じゃないんだよ。なんかロッキーとかなんかちょっとオシャレだなって感じがつけてるイメージ。ね、白、黒は、まあ、ベタにいて。ロッキー。うん、太郎、まあ、なんか。太郎。うん。ベタだね。うん。太郎。ポーでいいと思うよ。ポーポーポー。ポーポーポー。いいですよ。まだ現役で。物、そっか。物に当たるは本当にないな。ないな。周りにもないかもな。俺周りにもそんなにいないよ、物に当たる人。そうだね。チョップの周り結構穏やかかも。うん。格闘技のリング穴とか司会すると、はいはい、試合終わった後、ちょっとマイク貸してくださいってアピールする人いるんだけど、なんか何とか、次はまた皆さん応援よろしくお願いしますとか言って、マイクをバーン叩きつけられたけど、待って、や、これいくらすると思ってるバーと飛んでるんだ。あれ、思う。俺のお金じゃないけど、はいはい、音響さん、今絶対、ああ、と思ってるよ、と。うん。あれはダメだね。あれだとって、ほら、それパフォーマンスっていうか、なんか、
まあ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 。だそれを、プロの、プロレスラーげるのまだわかる、うん。プロレスラー。地下格闘技の素人があれやったらダメって。ダメ。あれを、やるんだったら、マイクいくらしますからとか、ちゃんと主催者が、そうだね。弁償する恐れもありますので、っていう風に言っとかんと、もうちょっと違う形で。結構高いんですよ。マイクはね。うん。だから僕ら教えられるのは、マイクスイッチ入れて、音が入ってるかどうかな、でも、マイク叩かないもん。よくみんな、ポン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 って叩くやつ叩いて、あれをやるぐらいやったら、ああって喋った方がいい。あ、そのぐらい繊細。精密機械なんですよ、実は。めっちゃ。うん。なので、本当に普通に、ああって喋るか、ちょっと爪でガリガリするか。うんうん、あ、そうだね。うん、爪ワードね。ちょっとガリガリガリっていう。そのぐらい？うん。あれをポンポンポンってやると、実は、それだけで壊れる実は裏で音響が、うわうわ、やめてくれ、やめてくれと思ってるはず。あ音響さんに迷惑ではなくて、マイク自体が壊れるってことマイクも壊れる。そこまであれしたことないな。そうなんですよ。あれ、実は気をつけた方がいいね。そうだよ。うん。ねえねえ、大使、ちょっとさ、一曲かけたいんだけど、大使が今好きな曲って何？運動してる時とかに聴いてる曲とかある？あ、そうじゃないですか、あ、そう。ああ、でもこれ流れてる時間が、夜だから、誰のなんていう曲にしようかな。HY の、おぉ。はね、好きなのはね、龍福丸。ああ。いや、題名聞いても知らん。聞いたのか。うん。HY のね、セカンドアルバムの AM11 時が1曲目でしょ、うん、龍福丸。3曲目、トゥータン。このパンパンパンの流れが一番いい。OK、じゃあお届けしましょう。チロンチロンピーナラジオ。この番組は、有限会社、荒垣設備、ワイドアイプロ株式会社、有限会社、国吉組、チョップアット点々足火、ティビチから揚げティーバ、テンプス、シリカンなど、小島商店の提供でお届けしまーす。はい、チロンチロンピーナラジオ収録放送でお届けしています。はい。チョップさん、なんか体絞ってるよね。はい。ね。やってますよ、水泳の方。何が一番きついですか、水泳？水泳で絞ってる。あれ、トライアスロン出たわけ、鳥取の。ね、だからトライアスロンの話も、なんか収録放送のあれでも聞いてましたけど。はい、おー。出てるって、なんだろうな。俺は別に健康のためにやってたつもりだったんだけど、うん、そのまま借り出されたって感じかな。あー。でも今、これが、ちょっと、自分の生活習慣病になりそうって生活習慣ねってなってたんだけど。はいはい。もう自分のルーティーン、大使もそうだよ。僕もそうです、実は。だから会うかも、もう今日も、ね、朝7時には、ランニングマシン乗ってるんですよ。うん、これが、この1週間は、ね、走らなかった日はないな。うん、気分がいいんだよ。うん。そう、だから今日も、6時半には目覚めて、7時ちょい過ぎぐらいにはもうジム行って走ってるもん。これいいと思う。代謝が良くなるのかな？なんか知らんけどさ。うん。なんかじゃ体が気持ち良くなるよね。なんか朝。初めは嫌だよ。うん。そう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 。筋肉痛もあるし。初めやっぱ嫌だった？初めはね、あ、もう寝ようかなと思うけど、なんか続けていったら、体動かしたくなるんだよね。俺途中あれだもん。もう水泳大嫌いと思ってた。あ、もう。何しろあれだ。だって今までさ、好き勝手にさ、30分で帰るとか、10分で帰るとか。うん、とりあえずその手目標を置いただけでさ、うんうんうん。なんかたくさんしないといけないみたいな気がってさ。もういいわ。面白くないって思った時もあった。うんうん、はい。でも、うん、そうだね。そういう時はもう、もう割ともう嫌になるのが嫌だから。そうそうそう。この走ることを。そういった時は僕はもう、あ、本当は30分走ろうと思ったのに、いやもう20分で切り上げようとかもやりますね。そうそう、それでいいと思う。か、別のことするか。うん。俺、チャリが、どう、もう生活でチャリがいつも一緒だから。はいはい。チャリで逃げたり。うん。バカみたい。A&W までこいでみたりとか。なんか、変なことしてて。うん、どっから待って、読みたんから A&W。茶団の名護。あっしゃべよい。あっしゃ。それも、サンダルだった。気づいた。うおー。で、また往復でしょ帰りが一番バカみたいになるけど。まあでも、すっきりするじゃん。すごい、ね。いける、いける、いける、いける。
さっきも言ったけど、いけるよ。俺ができたんだから、いけるって。そういう体なってくるよね。そうそうそう。本当に今、僕も、まあ太りたくないっていう理由だけで始めたんだけど。俺そんなに、あれだ、まあまあまあ、ちょっと減ったか。体重はキープできてるし、いろんな人に一応言われます。よくあんなに食べてるものを投稿するのに、変わらんなとか、ね、痩せてるなまで言われる。うん。だって周りもほら、プールの意味よかったけど、そんなにね、自分の自力かかってないじゃん。うん。70キロあったら7キロぐらいになるのかな。そうだね。海の中、プールの中なんでしょ、うん、だから、負荷かかってない分なんか、うん、バーってなんかたくさん動けるし、うん。そう、だから、ちょっと体が重い人たちは、プールから、まずプールからがね、うん、歩くだけでもいいもんね。そうそうそう。腰を振るとかさ、うん、そういうイメージ。はいはいはい。だからその、海でしょ大臣もやってる。海か、でも、うん、走ることが習慣になってから、今海よりももう、走る。あ、今日、あ、海綺麗だな、泳ごうかな。いや、やっぱ、歯白になってます。あ、もうそこに行ったのね。うん。走る。まあまあいいか、走るか。俺、チャリでどうにかごまかしてる。走るに絶対行きたくないと思って。部活思いですから。あ、うん、いや、でも僕も走るのは絶対外は無理なんですよ。ジムだよ、ジム。僕、ジムで、ちゃんといい感じに見るんです。うん、今、もう、置いて、ちょうどね、闇金牛島くんぐらいがいい時間帯なのよ。めっちゃ朝から。あ、今、朝から取り立て見てる。めっちゃちょっとブルーな、ブラックな。そう。でも今日は、今、内地の方ではやってる呪術廻戦の第2シリーズがちょうどあるから、あれを見ながらとか。ね、ああ、いいかも。ね、走りたい分数に合わせて動画探したりもするので。あ、じゃあ、スタートから最後まで見切れるみたいな。そうそうそう。どれぐらい走るの？俺はね、自分でやるときには、8キロペースか、時速ですよ、うん。7.5 キロペースで、35分ぐらい。うん、ああ、いいペースね。うん。で、それぐらいの動画を探して、ちょうどいいぐらいで見る。前は40分後って言うけど、まあまあまあ30分、いいと思います。30分、うん。うん。俺はもう水泳かな。それいいな。やっぱ、朝が歩き歩きもう暑いわけ。暑いよ。無理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 。もっと早く起きたらあまり。だそういうことなわけよ。そういうことになるわけよ。暑いんだ。俺2時とかしようもん。海にいるの。何時に？ちょっと待って。夜中の2時に海は危ない。なんで？ 2 時に。なんでと思う？泳いでるわけ？もうそれでしか。だって時間が合わないんだもん。そこ満潮が2時だから。危なさよ。いや、危ないでしょ。危ない。ピーチないさ。でも一社別に。練習だので。チョップ。何？でも、誰もいないんでしょ？いる釣りしてる人とかいる。あ、ビーチにはいないよ。そりゃ。助ける人はいる。いや、誰か異変に気づく人はいる。いないじゃん。いないよ。これは危ないな。危ないよ。違う違う、足、大丈夫。こっちって大丈夫。こっち側で泳いでるって。俺たちが思ってるよりもこっち？こっちこっち。はい、頭なんちが向くの。いや、こっちにして。調子いい時。危ない。夜中の20は危ない。大丈夫大丈夫。だから治療と間違えられるんだ。そうそうそう。それは間違えられるよ。訓練だもん、訓練、俺の中で。間違えられたって密漁と。それはそれでまたあっちに目を迷惑かけるな。まあ大丈夫、もう検査が通った、検査じゃない。ちょっとは、トライアスのために、満潮合わせていろいろやってるっていうことはみんなに漏れてるから。漏れてる。もう大丈夫。見かけても、あ、お疲れ様です。危ない。いやー、うん。なるべく本当にこっちでやってよ。だ昼間にやってもいいけど、昼間ってほら、お客さんいるしさ。泳げはしないね、うん。ちゃんと泳げる、ね。だったらもうビーチの外、例えば、何も管理されてない場所で、勝手にやれってことになる、うん。一応一回やったけどね。危ないですよ。だから、夜何がいるかわからんし、そうそうそう、クラゲとかに救出されてパニックになることがあるからね。クラゲいるんだよ。いる。ほら、いる。あの、急に激痛来て、パニックになる可能性あるよ。いる、来る。はい。うわぁ、痛そう。刺さってるじゃん。いい、いい、別にこれも一つのあれさ。まとめて。だってそこ嫌ったらどこでじゃあれんちゅう。よりよりより誘ってるさ。誘ってるさ。プール、プール。いや、プールだけではダメなんだけど。あ、プールは一応大事なんだけど。うん。合わせ総合グランドなんだよ、ね。あそこに50メーターがあるわけよ。そこまで何で行くの？だけど車で行ったら。読谷マルサ健康支援センター。いや、あんなところで無理しよう。あ、25メーターちゃんとあるでしょ？足で上げるし。いや、やってもいいけど。あそ、距離が足りないんですよ、ね。あそこ一時期通ってましたよ、僕は。ああ、あっち、上等なわけよ。ランニングマシンもね、機材もあるしね。ね、うん。年配の方もいるし。まあ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 。うん、いや、海がいいじゃん、海。どうせなら。じゃあ、ジャンパホテルから、アレビラホテルまで泳いでみようとか。
ああ。もう海はもうか体力つけるためではなく、魚がいない海はもう泳ぐの無理。あ、そっかそっか。だから、あの、ランニングマシンも、今この携帯のタブレットで動画が見れるというのがあるから耐えれるんであって。うん、そうね。何もないのに体動かすっていうのは僕はもう本当に無理なんですよ。だからサウナも好きで行きますけど、テレビがないサウナ無理です。うん、なるほどね。うん。ずっと何かで耐えとくっていうのが。うん。うん、なんかできないんだよな。なんか俺、うん、俺気持ちいいけど、なんか自分を見つめ直すみたいなところでたどり着いたけど。めっちゃ。耳栓とかして入ったらさ、もう、ボコボコボコしか聞こえないわけ。ああ。ボコボコしか聞こえてない。はいはい。真っ暗さね。V は見えて。考え事を一切しないけど。そうだよ。音楽あった方がいいね。自転車とかも。うん。あ、絶対あった方がいい。何も聞かないでやってたの？最近なんか耳栓するようになったの。ファンキーモンキーベイビーズのどんなってさ、吸いたいし。え、チロンチロンピーであるでしょ、火曜日。あ、ここで出るんだ。なるほど。本当だ。で、番組自体が、あともう、7分。じゃあ、しほちゃんたち、つなげていい？はい、はい、うん。7分で締めれる？うん。いける。いきます。そうだね。もっと増やすか、じゃあ。はい。はい、総太郎のいいこと。ハルさん。はい、そうくん。はーい。久しぶり。はーい。こんばんは。久しぶり。はい、どんまんが。今ね、ここには。ねえねえ、みんな、うん。ツイキャス見てたんだけど。うん。ツイキャス見たよ。うん、はい。何三人のその黒さ。あ、色が。色黒い？日焼けしてひどい黒い。ひどいとかね。じゃあ、まず、チョップは鳥取県でトライアスロン大会に出た。はい。大使は家の前、海だから泳いでる。うん。マリは何もだよ。マリは。マリは昔から来るけど。いや。そう、今ね、二人は。白 T だからじゃない？いやいや、超黒いよ。気持ち悪くない？なんか、びっくりした。マリ。ん？それで。珍しい、金曜日。でしょ。そう、収録ね。うん。うん。ああ、収録。そうそうそう。はい、それで夜中プールじゃない。夜中海に入ってたら絶対わからんよ。チョップ。そうよ。色感じなくない？漆黒。漆黒なんです。あれそうだね。色関係なくない、うん、いや、でもシャツとか明るいの着た方がいいですよ。マジで。黒で泳いでしょ。まあ、スーツ着るから、まあ、ほら、危ないじゃん。ほら、なんか、蛍光のやつとか。何が危ない？どうしたらみんな。はい。なんで、海そんなに危ないんじゃない？いや、今日も危ない、海のニュース、全国ニュースいっぱいありましたよ。何々県で、しかも、みんな、若い人なわけよ。体力に自信がある人が、溺れてしまってるとか。ニュース見ないからね。海は危ないってことか。本当に、今日のニュースだけでも5、6県です、全国。俺練習してるのに、言われっぱなしじゃん。大丈夫かね。いや、もう気をつけて、本当に。みんな心配してるんだよ。はい、うん、ああ、そっか。わかった。気をつけて。うん。はい。気をつけながら泳げます。はい。総太郎は、ビッグニュースがある。なんで？来た、はい。アップルウォッチ。アップルウォッチは？アップルウォッチ。ゲットした。おいもらった。おー。買ったんでしょ？買った、買った。いいじゃん。え、自分でお金を貯めて買ったの？そうそう。すごいじゃん。あれいいよね。自分のお金で買ったよ、やっと。買ったよ。結構値段するよ、あれ。そう。自分でお金を貯めて、アップルウォッチをゲットするって目標が、じゃあ一つクリアだ、そうくん。ナイス。ただ、そうくんの場合は、やっぱりあった、マリはほら、デジタル、ノーデジタルだから、アナログの針がいい人だけど、やっぱり、何かあった時にね、そうそう、うん。なんか血中酸素濃度とかが測れるやつ。言ってた。マラソンしてる人が言ってた。そうそう。安心だよね。なんか伝えてくれるんだって。うん。脱水で、あ、倒れたじゃん、この前。そうね、倒れた。あ、倒れた。どの時でも安心やから。うん、そうだね。すぐ知らせてくれるから。はいはいはい。で、マリ、風邪ひいた？マリ、ちょっと鼻声でしょ。そうなのよ。夏風邪ひいた。だからさ。あらららら。うん、暑かったり寒かったりするもんね。そうだね。最近。ありがとう、ね。沖縄も暑いんでしょ、今も。暑いよ。暑いよ。
暑い暑い。暑い。うん、そら。そら暑いよな。そんな真っ黒なんだから。鳥取の方が暑かった。もううちは、そうめんとかも食べてるよ。ああ、涼しいもんね。九州。そうめんとか、冷や汁とか。あ、冷や汁いいな。はい、冷や汁。冷や汁食べてる。聞いた、それ美味しそう。冷や汁美味しいよね。美味しそう。あ、無印に買いに行こう。無印にあるらしいから。あるの？え、美味しい無印の。うん、宮崎県産じゃないとダメ？味噌汁冷やして食べればいいっすか？いやいやいや、やっぱ本場のポイント。冷や汁飲んだからそれで。冷や汁のこと何も分かってない。で、今日収録なんでしょ？そう、収録。うん。いいじゃん。だから、周りが時間計算しないといけないんだよ。そうだよ。天候は宮崎大丈夫？なんか最、土砂降りとかなんかあるけど。なんかね、あの、でも、災害になるまではなってない。ああ。じゃあ、ニュースだけか。あの、なんかね、沈没とか見てるけど。宮崎はまだ、佐賀とかね、うん、結構、あと、福岡も。福岡、久留米やばかったみたいだね。へえ。でも、秋田とかも大変だよね。ああ、秋田珍しいね。東北もね。うん。三陸。うん。なんか、お米心配されてた。秋田の米が。あ、米ね。ああ。うん。あ、沖縄は大丈夫今。台風来るよ。だからまあこれ収録してる日が7月なので、うん、今収録時は大丈夫、7月21日。現在では大丈夫だけど、うん。そうね、台風来るかもしれんしね。来る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 。もうできてる。近づいてる、台風。あ、ほんと？今？下にあるよ。来週。来週だね。ね、一応言っときます。僕収録してるのが。余計海行かないで。7月21日に収録しております。ああ、そっかそっか。で、僕たちも沖縄に行かんから。うん。あ、なんで？そうだね。台風が来る前やから。ああ。でね、これ収録だから時間の計算が難しいんだけど、あ、そうだ。そろそろ締めに入らないと。はい、そうです。はい、じゃあ。ということで、また来週。はい。オッケー、来週ね。はい。はい、じゃあね。バイバイ。はい。バイバイね。はい。ということで、チロンチロンピーナラジオ、ここまでです。この番組は、有限会社、荒垣設備、ワイドアイプロ株式会社、有限会社、国吉組、チョップアート、テンテンシビ、ティビチ唐揚げといえば、テンプス、シリカン飲んど、古城川商店の提供でお届けしました。また来週、バイビロン！バイバイ。